皆さんどうも、今回はですねアメリカンデラックスの新発売第2弾ってことで、はいはい、食べていこうかなと思います。前回もうまかったからね。そうだね、まあ、第2弾もぜひ食べてほしいっていうね、なんだっけあれもあったんで、はい、こっちがデラックスバーベキューチキン。今回はね両方ともちゃんと箱に入ってる。こうちゃん本当だ。はい、これデラックスバーベキュービーフ。あ、前回俺こっち食べたから最初今回こっち食べる。こうちゃんいいよ。はい、じゃあどうぞ食べて早速。あ、もう絶対うまいじゃん。でかでかいわマジで。俺が持ったらちっちゃく感じそうなものだけども、こうちゃんが持ってもでかいね普通に。うわやばやばい、分厚でね。僕そもそもね、卵が入ってる時点で好きなんだよね。いいもう食べて。あ、いいよ全然食べて。いただきます。あ、はい、ベーコンも乗ってる。ちょっとこれ、うん、むずい。いただきます。はい。いいね、うまっ。あ、結構ねバーベキューがピリ辛だ。あーそうなんだ。うん、めっちゃうまい。うん、どう、いい感じ。食べ応えがえげつね。ちょっと待って、で、あ、はい、どうぞ。はい、めっちゃでっけえ。あの、顎が痛くなる。でもこれさ、男はいいけど女性の人は結構食べるの大変かもね。はい、でもうまい。食べてみて。はい、じゃあこっち僕食べてみます。うまっ。うん、あ、ビーフのがね、やっぱね、なんか前回と一緒でちょっとね、高さがないね。あれが違うからさ、チキンが全く潰れないんだよ。あーね、そこがいいよね。だから、はい、食べ応えがえげつないよ。こんな感じでちゃんと、まあ、ここに卵がこう入ってて、卵とベーコンで、下がハンバーガーとバーベキューソースだね。そうだね。いきます、いただきます。あ、でも結構見て、これがないと危ないかもしれない。結構スパイシー。どうよ、これはうまい。これね、ちょっとピリッとしてるけど、そこが俺からすればうまい。うん、これ美味しいね。ちょっと交換してみる？チキン食べてみて。第一弾より俺こっちの方が全然好きだわ。うまっ。すごい。あ、二つ持ってちょっとだけちょうだい。はいよ。はい。俺こっち食べていい？うん、そっちの感想ちょうだいよ。いただきます。うん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 。前回チキンの方が良かったよね。うん、今回は、うん、個人的にビーフの方が好きかもしれない。嘘、本当に。バーベキューソースとまず合う。ハンバーグ、あー、なるほどね。ハンバーグの方が、あと、うん、食べやすい。大きさ的にね。そうそうそう。これあ、そんな食べにくい。これ鶏肉の分厚さで、うん、顎が痛くなるんだよ本当に。ちょっと食べて。でも両方ともめっちゃ美味しい。うん、ちょっといい。じゃあ、うん、いただきます。じゃあ、確かにでかいな。やばいよね。うん、うまっ。はあ、食べ応えがやばい。やばいね。前回と一緒でチキンはやっぱサクサクなんですよね。チキンがバーベキューソースとかがかかってるのにもかかわらず、うん、すっげえサクサク。そうそうそう。まあ時間がそんな経ってないのかもしれない。一応デリバリーで頼んでるんで、うん、普通よりは時間経ってるはずなんですよ。それなのにパリパリがまだ残ってるんで、すごいです。いや、これでもまあ個人的にはとりあえずどっちも美味しいんですけども、チキンの方がまあ良かったかなっていう感じは結果的にはするかな。でお値段的にも490円だっけ、だからそうかなとは思うけど、結構豪華だよねやっぱり、うん、前回に引き続きだから前回よりこっちの方が個人的には好きかな。うん、食べ応えがこっちの方があるね。そうそう、ただ卵が苦手っていう人もいるじゃん中には。そういう人はちょっとあれかもしれないけど、それ以外だと全然いいかなと思いますね。美味しい美味しい普通に、うん、はいって感じですかね。うん、はい。新作でもこれだけだったもんね今回は。そう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 、そうだね。パイとかはもう前回引き続きまあこれにいつも通り買ってるのはあるんですけど、これはね、うん、いつも僕たちが大好きなんで買うんであれなんですけど、それ以外はうん、うん、いつも通り美味しいよ。ポテトは絶対もう中毒性のある何かが入ってるよこれは。というかシャカシャカポテトを出してほしい。ああ、また、ね、普通の方が好きだったよね。大好き。前回のやつなんだっけな、コンソメなんとかかな。
やったって、はい、お菓子っぽくなるよね。そう、お菓子っぽくなる。はい、という感じですね、うん、今回は、なんだっけ、名前、うん、これはアメリカンデラックス第2弾だね。デラックスバーベキュービーフとチキンだね、はい、を食べてみました。まあね、本当に美味しかったです。ぜひ皆さんもあの近くに寄った際は食べてみてください。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。